こんにちは、こじこじです。今回は最近音楽番組を見ていて、ギターのね、エフェクターのルーパーっていうね、機能を使いたくて、1年前ぐらいにハードオフでジャンクで購入したマルチエフェクターにね、実はルーパー機能がついていて、その機能を使いたいがために、分解、修理、行っていきます。ということで、こちらが今回ハードオフでジャンクで購入したギター用のズームのマルチエフェクター G2.1NU です。正しい読み方、これで合ってるのかちょっとわからないんですけども、こちら1年前ぐらいにねハードオフで購入していまして、今まで使う機会がなかったんですけども、ルーパー機能がね使いたくて急遽ね引っ張り出してきました。値段とかジャンクの症状に関してなんですけども、1年前にね購入しているものなので、写真をね取り忘れていたり、ここにね値札がついてるんですけども、買った時に値札剥がされてしまっているので、しっかりとしたね値札ないんですけども、値段確か1000円とか1500円でね1年前ぐらいに購入しました。ジャンクの理由としましては、このつまみですね、ノブ、普通ちゃんと回すと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って、ね、順番に回っていくんですけども、なんかここに不良があって1から一気に10に行ってしまうとか、そういった感じのねこのねつまみの不良ということでジャンクで購入しました。それではね早速開けてね動作確認します。あーちょっと袋越しだったので分かんないんですけども、それなりの経年劣化ありますね、汚れがあります。そしてちょっとね実は嬉しいのはこちらですね、ズーム公式の AC アダプターが付属しているの、これね地味に嬉しかったりします。こちら型番 AD-16A/D なんですけども、ズーム公式ページで見ますと、この AC アダプターだけで税抜き1500円するということでね、十分ねこの AC アダプターついてるだけで元取れるんじゃないかなといった感じがします。それではぐるりと一周見ていきます。まずこのつまみちょっと回してみます。360度全部回っちゃう感じですね。これはちょっと壊れるかもしれない。でここにねちょっと大きめの液晶ついてますね。でここがペダルですね。でここのでかいのワウペダルですね。いろいろボタンついてるんですけども、まあいいかな。でリアの IO ですね、リアの IO なんですけども、先ほど付属していた 9V の AC アダプター、楽器系のね AC ってなぜかねセンターマイナスのねアダプターついていて、一般的な機械ノートパソコンとかゲーム機とかセンタープラスのものなので、間違って誘うものならね壊してしまうというね恐ろしい仕様になっています。インプットアウトプットコントロールインプットということで、以前のハードオフで購入しましたズームのねフットペダル使えそうですね。これをケーブルでねここと接続することによって何かしらのね操作ができるみたいです。そしてなぜか USB 端子がついています。ファームウェアのアップデートとか、今中にね半導体とか IC とか普通に入ってると思うので、まあそういったのができるのかなと思います。そして後ろ側、電池ボックス、単三電池4本で動くみたいです。一応蓋もついていて、何ですかねゴム足、そんなに汚れてない。ゴム足よりもこのね表面の方がちょっとね汚れが目立つかなといった感じです。とりあえず外観汚いのもなんなんで、100均のねウェッティでちょっと表面拭いてから動作確認を行います。メッキの部分かな、この金属部分メッキなのかなちょっとわからないんですけども、この辺ねそのまま綺麗なのでね結構いいかな。ただネジが錆びてるので、それなりの経年劣化というか汚れがね見られます。ということで全体的に拭いたんですけども、結構汚れてますね。ジャンクだし、それなりに発売してから年数10年以上経ってるのかな、経ってるモデルなので、やっぱりね汚いですね。それでは動作確認していきます。それでは AC アダプターを接続しまして、電源入れます。電源オン、電源しっかりついて、ズームの G2.1NU A0 ということで、あ惜しいんですね、 A0 っていうかね、あの今のエフェクターのなんかあれが0みたいですね。ボリュームのところについてるからボリュームなのかな。あとりあえずねここ、このねパラメーターの値が綺麗にね動かないということなので、まあここだけねチェックします。それではつまみ、まずパラメーター1、このゲインですね、ゲインとこ回していきます。ここは普通に動くかな。1刻みずつこう回したいだけ動く感じします。
はい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 、特に問題ないかな。続いてトーンですね。あ、トーンやべえ、トーンやべえトーンが全く、わかりますかね、こっちに回してるんですけども、はい、全然ね、30マックスいっちゃう。反対に回しても、はい、30マックスですね。あー、つらい、つらい。はい、パラメータ3、パラメータ3も、はい、ちゃんとここも普通に動きますね。やっぱりジャンクの症状、このパラメータ2がどうやらちゃんと動かないみたいですね。それでは分解するにあたって、まずね、このつまみ部分から外していきます。上に引っこ抜けるかな。あ、抜けますね。こういった感じで取り外すことができます。あ、結構簡単。うん、前の持ち主さん自分でメンテナンスしたのかな。めちゃくちゃスルッと取れますね。こういった感じで取り外せます。続いてこのつまみ部分のナット外していきます。僕の中でエフェクターってこういうデジタル表示とかないものでね、ちょっと時代が止まってるので、このねデジタル表示すごいですね。なんかもうここなんか油ギトギトで固まっちゃってる。あ、取れた取れた。なんですかね、やっぱり前の持ち主さんご自身でメンテされてたのかな。結構なんか油がギトってるギトってる。あと後ろ側にね、ここですね、インプットアウトプットコントロールのところにも、はい、ナットついているのでね、外します。前回の動画で最近エレアコをたまにね弾くってお話ししたんですけども、アコースティックギター用のねエフェクター、まあこれ使ってね面白かったら買おうかなとかね、はい、ちょっと思ってます。ということで、つまみとナット取り外せました。あとネジですね、上部に1,2,3,4 箇所ありますね。ということで4箇所ネジ外せましたら、正面に 1,2,3 個ネジがあるので、こちらも取り外しちゃいます。とりあえず3つ外せました。外せましたらリア後ろ側にも 1,2,3,4 個ネジついているので、4つネジ外します。ネジの締まり具合の感じから分解はしてないのかなといった感じがします。分解というかはこのね、つまみ部分に、クレ556をぶっかけるとか、そういった感じのメンテナンスされてたのかなという印象を受けます。4つネジ外せました。とこれで後ろ側にもネジが4つあるので後ろ側外します。そんなに細かい作業ではないんですけども、ネジがやや多めですね、やや多め。ということで全部ネジ外しました。ちょっと怖いんですけど、全部ネジ取り外すと、多分このサイドがねゴムなのでいけそうですね。おー、取れました。うん、取れない取れないこっち側しも、あ、ちょっと手前までしか取れた取れた取れた。こっちもいけるか、ネジ、そうですね、いけましたね。お、いけました。ちょっとねこの気づかなかったんですよ、横にねこうズームってねロゴ入ってたんですね、かっこいい。ただちょっとねこの端っこ汚れが結構溜まってるのでね、これは洗っちゃいたいと思います。あ、いける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 。中がこういった感じでね、内部、はい、開けようとすると配線があるので、この配線気をつけなきゃ危ないですね。危ない。おい、ちょっとくるりんにゃんパラリン、めちゃくちゃ古いこと言っちゃった。よくね母親がにゃんパラリンって言ってたのでね、口癖ですね。この辺、ワウのペダルか、ペダルあって、とりあえず内部コンデンサー超いっぱい搭載されていたり、でかいチップがね何個か乗っているので、アップズームしてね見たいと思います。こういった感じで、これがねメインのチップだと思います。ズーム ZFX3で、この辺になんか乗ってるんですけども、ちょっと暗くて見えない。でこちらに BB と書かれているバーブラウンのオペアンプ積んであります。型番なんですけども、バーブラウンの PCM2904 搭載されています。他のチップマジで小さいのでもう顔近づけないとね全く見えません。それではちょっとね基板にフォーカスしちゃったんですけど、分解していきます。分解するにあたって、多分ねこのケーブルだけねもうすげえピンと張ってるので、ね、ここは絶対取らなきゃいけない。あとここは結構ね緩みそうなので、この辺は大丈夫。ここら辺がねもしかしたら外すかもしれません。やっぱりちょっと電池ボックス、ここからね取ります。はい、
これでね、この後ろ蓋、電池ボックス部分取り外せます。これ取り外すことによってここに若干のゆとりが生まれて、っていうか全体的に緩んだからこれでいけるんですかね。硬いとか言ってなくて普通にこれでいけそうな感じしますね。あー、いけた、いけました。うわー、これ液晶ついてんのか、やべえな、やばい。大丈夫ですね、いけました。この下につまみがついてるはずです。思ったよりちょっときついな。やっぱりケーブル外すべきだったかな。はい、こういった感じで先ほどのね故障部位にたどり着くことができます。ちょっと手抜きしてねケーブル何か所か外さなかったんですけども、液晶部分にねホコリが入っててちょっと見にくかったので、こちらフラットケーブル外して液晶を取り外せるようにします。よいしょっと。そしてさっきのスイッチがついてる部分、ここフラットケーブル上に引っ張るだけなので引っ張って取り外します。これでよいしょっと、このねモジュールにアクセスできて、この辺もだいぶゆとりがある感じで液晶、そうですね、まず液晶部分のホコリから落としちゃいたいと思います。ここのホコリがねちょっとだけ気になりました。はい、ということでこれですね、この感じ。ホコリがなぜかね内部に入ってるので、ここね綺麗にしたかった。とりあえずあんまり完璧求めすぎるとこれ壊しちゃったりねするので、まあさっとねティッシュで拭いてあげて、はい、内部の方も拭いてあげて、ちゃちゃっとねここの液晶部分は終わらせたいと思います。とりあえず液晶部分綺麗にしたので元に戻します。それではこのつまみ部分、正式名称ロータリーエンコーダーっていう名前らしいんですけども、この 1,2,3,4 点で止まっているだけみたいなので、全箇所ね外してちょっとね綺麗にメンテナンスしてあげたいと思います。とりあえず100均のね精密ドライバーとかでいいので、細かいマイナスドライバーでこうねちょっと横に押してあげたり曲げてあげたりすると外せる感じですね。なるべく爪は折らない感じでいきたいので、優しくね優しくやってあげる感じですね。ということで一つ目取り外せました。こちらをこう回すとこういった感じで中のバネがくるくる回って内部のこちらに接触してプラスに行ったりマイナスに行ったりするみたいです。全体的に、接点復活スプレーで磨いてあげればいいのかなと思います。とりあえずあとの2箇所同じ方法で外します。ということで3つロータリーエンジン取り外しました。真ん中の部分が接触一番悪かったんですけども、1番と3番2番と比較して全然ね何が壊れてるのか全く分かりません。まあ、物理的破損は見られないんですけども、何か壊れてるんでしょうね。とりあえずメンテナンスしていきます。なんとなくね分かったんですけども、多分ね前の持ち主さんクレ556とかねかけてたんだと思います。中に結構ねちょっとオイリー感が、この1番2番と3番か2番と3番にオイリー感ありますね。うん、そんな感じがします。とりあえず綿棒で綺麗に拭いていきます。ちょっと拭いただけなんですけどめっちゃ汚れてる。こんな汚れるものなの？機械内部なのでそんなにね汚れるもんじゃないと思ってるんですけども、いや汚れてますね。そんなことってあるの？いやー意外に汚れるのか。まあ、あとなんかグリスがねもともとついてたみたいです。ちょっと黄色くなっちゃってるんですけども、白色のグリスなのかな。あとでメンテナンス終わったら綺麗にしたい。あ、今拭き取ってるだけなので接点復活スプレーとか全然使ってないです。それではこちらの部分も、まあ、こういう風に綺麗に上から撫でてあげる感じで綺麗にできると思うんですけども、あーこういった感じです。わかりますかね、グリスがちょっとつきすぎかな。この量のグリスはやばい。グリスのせいでもしかしたらバグった挙動というか病的なパラメータ挙動をしているのかもしれません。あ、一回全部グリス落としちゃった方が良さそうだな。3番目のパラメータなんですけども、こっちの方がまだ、うわでも汚っ、なんか反応があれなんですけども、こんなグリスついてる必要あるかな。まあ
綺麗にね回したいから、つける必要あるのかもしれないですけど。それでは接点復活スプレーを新しいね綿棒に吹きかけて、このねロータリーエンジン全体的に綺麗にします。それでは最後にホワイトグリスでグリスアップします。ホワイトグリスなんですけども、使わないうちにね、はい、グリスの色が全然ねホワイトじゃない黄色っぽくなっちゃってるんですけども、本当に軽くだけグリスアップします。回るときにねこう、そうですね、回転するときに抵抗を減らすため、そういった感じの用途で本当に軽くつけます。元々というか初期の状態がねすごいめっちゃグリスいっぱいついてたので、あれはあれでちょっとなんか異常な感じがします。よいしょっと、これでねメンテナンス修理が完了しました。それでは元通り組み直していきます。本当に元の手順通り戻していくだけです。ということで逆の手順で組み直しました。全体的にねまず清掃クリーニング綺麗に拭いたりしているので、こういったつまみとかねかなり綺麗な感じになっていると思います。あとネジですね、ネジもちょっとね磨いたりしたので、まあ、綺麗かなといった感じ。サイドの部分は完全水洗いしたのでね、かなり綺麗になった気がします。このペダル部分中もねグリスアップしていたり、いろいろねメンテナンスしたので、かなり状態的にはね、まあ、パッと見の外観は良くなったと思います。それでは最終チェック、電源オン。まあ普通に電源は入りまして、まあ、この辺のねペダルいじってないので普通に動かせます。やっとね使い方分かったんですけど、これ回すことによってね各種こうコンプレッサーだったりこういろんなねエフェクターオンオフねできるみたいです。すげえ便利だなと思うんですけども、つまみ1ちゃんと綺麗に回せまして、つまみ2も壊れてたんですけども、しっかりとこういった感じでねぐるりと回せるようになりました。まあ3は元から使えるので、まあこういった感じですね。ということでルーパー機能なんですけども、僕最近音楽番組見るまでねそのルーパー機能って知らなくて、はい、すげえなと思ってね、たまたまね家中見たらジャンクで買ったマルチエフェクターに、ね、ルーパー機能ついてたので、本当はね単体のルーパー機能のねエフェクター Amazon で7000円とかでね買えるので、ね、買おうかなと思ったんですけども、まあマルチエフェクターについてるからこれ使おうということでね、無事ね Zoom のマルチエフェクター修理することができました。で肝心のルーパー機能なんですけども、動画で紹介するかしないかわかんないんですけど、まあ個人的にね遊びたいと思います。この動画が面白かった参考になったという方はチャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回前々回の動画あるんですけど、まだ見ていないよという方いましたら、ぜひぜひ見ていただけると非常に幸いです。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。